皆さんこんばんは、赤嶺かなえです。いつも放送を聞きくださりありがとうございます。私赤嶺かなえがどうしてもスケジュール調整できず、今回の放送は2021年8月21日の再放送となります。大変申し訳ございません。来週からは通常通り放送いたします。よければお聞きください。それではどうぞ。 JJ プロモーションプレゼンツ楽屋でトーク、赤嶺かなえのマギー女優はアワティーハーティー。はい、さあさあ皆様こんばんは。今夜も始まりました、赤嶺かなえのマギー女優はアワティーハーティー。私赤嶺かなえと月一レギュラー MC の皆様がある時には深く、ある時には浅く、いろんなことを学びながら楽しくおしゃべりする番組となっております。今日のレギュラー MC はこの方、前城美鈴さんです。どうぞ。はいよ、前城美鈴です。イエーイ。やウィッキャナ、1ヶ月ぶりか。1ヶ月ぶりやで。うん、どうすか1ヶ月。なんかあった？去年はね、なんかプロミスシンデレラの放送が始まって1ヶ月って感じで、はいはい、そうだね。うん、毎週でもさ、ツイッターとかも追ってるけどさ、去年の、うん、反響すごくない？いやー嬉しいね。嬉しいね、めっちゃいい。もうたくさんの人が見てくださってて、すごい嬉しいでござんす、ね。まあ、自分も頑張ろうって思えるよ。いや私も待って、だってすずのさ話を聞きたいんだけど、うん、あの一回提供挟みますね。はい、お願いします。この番組は私が所属しております芸能プロダクション JJ プロモーションの提供、メイクユアハピネス、イッツアワビジネス株式会社トランクの協賛にてお送りしております。さてさて、うよ、始まっておりますが、スーズ、はいよ、3人芝居やるんだね。3人芝居やるんです。そうなんです。嬉しいよね。めっちゃ、もう嬉しい。私がもうキャナがあのチームスポットジャンブルさんの、うんうん、結成15周年記念公演、うん、呼んでいただきまして、客演として出させていただきます。出たい。うん、いや、あとあれだよね、夏子さんとひなみ、そう、玉江ひなみさん、そう、2人大好きだからさ。本当私も好きなのよね。ねえ、もう、うん、すずの3見たいぜひねえ、クリスマスだよね、うん、キャナってあれじゃなかった、プライベートジェットとか持ってる人じゃなかった？あ、そう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 、あ、だよね。っていうか、うん、そうだね、うん、持ってる持ってるから、あれでしょ、あのプロミスシンデレラ出たらプライベートジェット帰るって聞いたけど、あ、ちょっとどこ情報なんだろうそれは私の初耳ですあ、まあ、でもあの、うん、プライベートジェット持ってるんだけど、やっぱあの、うん、ね、沖縄ちょっと降りれるところが限られてるから。あ、なるほどね。そうそう、ちょっとあの、まあ、予定見つついや、ま、状況も見つつね、見つつね、はい、その詳細見たけどさ、うん、女子力向上委員会みたいな話なの。なんかね、これ一応再演なんですけど、そう、あの、あるとある雑誌の座談会に集まった女子3人っていう、まあまあ、あらすじは、まあ、あらすじというか、まあ触りはこんな感じなんですけど、うん、そこでどういうこの3人が絡んで、どういうストーリーが展開されていくのかっていうところが見どころかなと思うんだけど、うん、これね、再演なのよ、うんうんうん、実は6年ぐらい前に、うん、夏子さんが出て、うん、そう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 。で、夏子さんは今回は、その前に出た時とは違う役をやる。へえ、そうなんだ。そう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 。はあ。
そうなんです。その舞台見たら女子力上がるかな。上がるんじゃないかな。上がる。どうなんでしょうね。女子力上げたいんだけど。じゃあ今日のテーマは女子力を上げるために。女子力を上げるために。いやなんか女子力さ、なんか料理できたら女子力高いとかさ、うん、なんかそういうことよね。まあでも今のご時世さ、うん、女子力も男子力もうんぬんやでって思わない？なんかこの、うん、なんか男も女もないでみたいな時代じゃん。あーそうだね。なんか最近そう女子ジェンダーレスね。そうジェンダーレス、そう女子がなんとかっていうの怖いよね。もうラジオとかでも。あーそうか。そうそうそう。まあよう、うん、そうそうそう。よう言う女子力とかよく言われるけどさ。うんうん。そう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 。なんかそういうものが、まあ、ね、なんて言ったらあれだいいのかわかんないけど、ちょっとと昔の言葉みたいになってきちゃってるよね。なるほどね。思わないということは、うん、そのなんだお風呂上がりに髪をちゃんと乾かさないのは、うん、女子力がないとかじゃなくて人間性が人間性とかそういうことだよね。意味わかる？まあまあわかるわかるよ。女子力がないっていう言葉を言い換えないといけないから人間力の問題になってくるってことでしょ。だから私は人として疑われたりするとか、なんかまあねこれ難しいよね。そういうことよね。まあね、まあ、でもそうだね。でもまあ自分に対して結局なんか、うん、ちゃんとこの髪の手入れやってとか、その、うん、なんか洋服ちゃんとなんだろうな可愛い格好してとかなると自分で、うん、あ今日女子力高いなとか思うことはあるの。あそう、ま、私も全然使うんだけど女子力とか、うんうん、このご時世どうやって表現すればいいのかね。この女子力、人間力人間力いいね。かわいい、可愛い力っていうのはどう？あ、なるほどね。そう、人間力ってなんかさ、またちょっと違うか、違うか、広すぎん、なんか広いか、そうだな、うん、なんか、うん、なんか可愛い力ね、可愛い力、意識高いと、意識高い、意識高いはでもちょっと違うな。ってことは、あ、でも。髪の毛乾かさないかったりすると意識低いねってなるじゃん、うん、なるね。だからそういうことなのかしらね。もうじゃあ視力でいいか。いいんかい。一応一番ピンとくるけどさ。でもそういう時代なんだろうなって思った話をしたかっただけ、うんうん、まあそうだね、そうだね、そういう時代だねっていう話、うん、そうそうそう。まあでも女三人芝居ですよ。いや楽しみなんですよ。女子力がある上がるかもしれんね。かもしれないね。そうね。へー、どう、でもさキャナはさ、うん、女の子っぽいと思うけどね。いやなんか最近悩みなんだけど、うん、女の子っぽいっていうより、うん、お母さんっぽいに言ってんの今。あ、わかる。ごめん、否定はできんやつでしょ、でしょ。だからお母さん欲、お母さん力、うん、がありすぎて、包容力とかなんかそういうのがありすぎて、うん、ちょっとそっち路線に行っちゃってるから、うん、女三人芝居のとことかでも、うん、なんか、うん、なんか学びたい。あ、女子力をね。そう、じゃあ逆にすずのさ、うん、なんか、あ、私女子力高いだとか、あ、女子力低いなって話ある？一旦スイッチ入るとなんだろう、全部家事をこなす。スイッチが入ると、入らないとやらないけど入ると洗濯機回して回してる間に掃除機かけてみたいな、なんかっていうのをやる。スイッチが入ると、入るとね、入らないことが多いけどね。
あれだけどね。まあ確かにその家事をスイスイとこなすっていうのはちょっと女子力につながるかもしれない。うん、ね。なんかね。うん、で、なんかね、すごい効率よく家事をこなしてるとき、あ、女子力って思う。女子力、いや、主婦力。結局な。結局な。そうか。そうなの。そういうことか。そうだな。もっと可愛いのが欲しいな。あ、でもね、最近さ、うん、なんか前は全然リップとか、なんかやらないでも外出れたけど、うん、今なんかやらないと香り色ないなって思えるようになってきたのは老化ですか？いや違う違うよ。なんかねアイメイクとかもちゃんとやっても全然リップを気にしたことがなかったんだよね、正直。ちょっと色気のある唇になったのかもしれない。そういうことか。そういうことなのか。まあ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 。でもぷっくりした可愛い口をしてるから。いやー嫌いだったんだよ。実はコンプレックスだったんだよ、唇って。そうなの？そう。熱いっていうかね、口の主張。ミスズはね、多分ね、顔が濃いじゃん。うんうんうん。いろんな目も鼻も口も主張が激しいって思ってて、だからあんまりだから、まあ、今でもそんなに自分の顔は好きではない。言ってたね前もね、うん、そうだからなんか薄い顔が憧れてたりとかさ、このラジオのレギュラーでもあります、うん、はい、サキさん、はい、サキさんの顔もめちゃくちゃ好き。もちろんね、そういう系統になりたいのか、分かってきたぞ。そうもちろん風間さんもみちちゃんもめちゃくちゃ美人で、うんうん、もちろんキャナもね可愛いけど、あはんじゃないよ。なんか可愛いけど、さなさきさんめちゃくちゃ好きだな。いやーでもわ、なるほどな、うん、なんかみんな違うよね系統が。うんうん、そうだね、そうだね。なんか、カズハさんは正統美人。うん、うん、で、キャナはやっぱちょっとハーフ。そうだね。ね、入ってるから。うん、やっぱり、ちょっと、そういう外国チック美人じゃん。で、ミチちゃんはアジアチックな。そうだね。ちょっと、感じがする、うん。で、サキさんは本当になんか、うん、かわいい。好き、うん、みんなね、うちの可愛い人ね、うちの番組は可愛い子しかいませんので。キャナのね好きな顔を揃えたんでしょ。顔じゃないわ、顔じゃない。好きな人を揃えた。好きな人を揃えた。顔じゃない。びっくりした、なんか冷や汗出てきちゃう。やばいやばい、なんでよ。はい、一旦 CM です。はい。JJ プロモーションプレゼンツ楽屋でトーク、赤嶺かなえのマギー女優はアワティーハーキー。この番組は週替わり月一レギュラー MC の皆さんと、ある時には深く、ある時には浅く、いろんなことを学びながら楽しくゆんたくします。 FM 那覇 78.0MHz では毎週土曜24時オンエア、そして FM コザ 76.1MHz では毎週土曜日25時オンエアです。アワティーハーティーしながら30分、ワクワクドキドキな番組を届けておりますので、どうぞよろしくお願いします。そして、JJ プロモーションの YouTube チャンネルにて、番組のアーカイブとアフタートークもご覧になれますので、お好きな時間にぜひご覧ください。以上、赤嶺かなえでした。
はい、赤峰かなえのマギージョイはアワティーハーティーレギュラー MC の前城みすずさんとおしゃべりしてますよ。してますよ。イエーイ。さあ後半戦、最近暑いさ、はい、暑いね。セミも鳴いてるさ。鳴いてるね。なんか青春に戻りたくなるわけよ無理やりだ無理やり無理やりだ、ね、なんかさ、青春に戻りたくなるわけよ。青春に戻りたくなるっていうのは学生に戻りたくなるってこと？学生かな、うんうん、どこの時代が一番楽しかったの？小学校、中学校、高校、まあ、大学？高校か。大学は青春なんてなかった、うん、そうなんだ。高校かな。ほんほんほん、うん、なんか夏休みとかもさ、うん、なんか用もないのに、うん、用もないのにって言ったら図書館が空いてたりしてさ、夏休み、うん、わざわざ図書館まで行って勉強いやたむろいやでもそれはそんな青春だな。それはでもね、部活でや、ね、学校に来てるさ先輩見たかったからみたいなね、うん、このうまくかったの、ね、っていうのをこの、うん、いや沖縄も今暑いでしょ、めちゃくちゃ暑いね。 なんか、ね、ならない、うん、この青春、うん、感じたくならないなんかなんだろうな、その時の自分に戻りたいとは思わないけど、うんうん、今の自分がその時の自分に戻れるんだったらもっとうまくやれるのにってはよく思う。おお、すっごい、うん、あれ？あ、なんだろう、この考え的に？考え的に？いや、そうだな、どうなんだろう、スクールカーストを底辺で生きてきたからかなキョロキョロすな。いや、まあ、あんまり学校好きじゃなかったんだ、まあ、んそうだね、別に嫌いでもなかったけど、うん、好きでもなかったかな、うん、どっちかって言えば、うん、なんかそうだな、うん、そんなにあんまり覚えてないかも。なんか楽しかった思い出でもね、なんかそういう高校の時の写真とか見てると、うん、笑ってるからきっと楽しかったんだと思うけど、普通になんか言うてそんな、まあ、でも友達はね、うん、やっぱ高校の時の友達とかをさ、うん、それこそかけがえのない友達とかいるけど、うんうん、そんななんかあのあれまでじゃ今の方が楽しいっていうのがあるから思い出せないんじゃない、やっぱ。あ、違う、私が今楽しくないとかじゃないからね。ああ、分かる私が今の人生楽しくなくて高校の頃戻りたくて青春したいとかじゃないからね、うんうん、もちろんあ、それはあるかもしれんな、うん、なんか今の方が、うん、やりたいをやれてるからかな。あはははやりたいって口に出せてるし、うんうん、なんかね高校の時とかってやっぱこの活動とかさ、うん、テレビに出たいとかさ、うん、なんかモデルしたいとかさ、うんうん、タレントしたいっていうのが、うん、多分恥ずかしかったんだよね多分。あそういやでも、うん、分かるわ、うんうん、そう今でもそう、今でもそんな自信あるわけないけど、もう本当に自信がなかったから、うんうん、自分にね、うん、そうだからすっごい、うん、今だって言えるじゃん。え、そうだね、うん、何ドラマ出たいとか映画出たいとかさ演技したい女優になりたいとかさ、うん、っていうのがそうだね言えるから、ごまかさなくていいから自分も。あ、まあそうだね、確かにそう、うん、そうだね、すぐ踏み潰されそうな気がして、うん、その夢をなんかね、そうね、うん、
わかるわかる。それで言えなかったかな。舞台やるようになって、うん、お客さんに自分で自分が作ってきたものをちゃんと見てもらって評価されるようになってから私は女優になるんだって言えるようになった。なんかわかるかもね。あるよね。深い話ですね今日は。そうですね。いや、でも時間がさ、アワティーハーティーお知らせコーナーいきます。はい、はいよ。私からいいですか。はい、いいよ。ここでひめゆり平和記念資料館支援をお知らせさせてください。ひめゆり平和記念資料館はひめゆり同窓会を母体とする財団法人が設立した民間の博物館です。1989年の開館以来公的な資金は受けておらず、入館料と皆様からのご奉仕に支えられておりますが、感染症による影響で経営上の危機に直面し大変苦しい状況となっているそうです。私たちが今少しでもできること、沖縄戦やひめゆり学徒隊の体験を伝える活動をさらに充実させ未来へつなげていくため、皆様のご支援をよろしくお願いします。どうかご無理のない範囲でご寄付いただけますと幸いです。詳しくはひめゆり平和記念資料館公式ホームページをご覧ください。どうぞよろしくお願いします。そして TBS 火曜ドラマプロミスシンデレラが火曜日10時に放送しております。旅館片岡の森の教科役で出演して赤嶺かなが出演しておりますので、どうぞ皆さんぜひ見てください。お願いします。すず、ほい。じゃあ私から、9月25日土曜日、9月26日日曜日に、那覇市にありますメカルベースにて、3人芝居 TSJ さんのチームスポットジャンベルさん15周年記念公演第1弾、徳森さんと大森さんと波森さんという舞台に客演として出演させていただきます。さっきも言いましたが、場所は那覇市にありますメカルベースにてです。チケットの方が、今プレイガイドのみでの案内になっておりまして、ローソンさん、ローソンチケットのみでの販売になっております。もうほぼほぼチケット多分ないかなと思いますが、もしかしたらワンチャンあるかもしれないので、こちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。メカルベースいい小屋だからね。うん、ぜひぜひ皆さん来てください。私も行きたいです。うん、あと FM コードで番組始まったよね、すずね。そうなんすよ、ね、さっき名前決まった？生放送し名前決まってないのよね。一応、まあ仮ですがセンターサウンドストーリープレゼンツ CSS ラジオかっこ仮というのが、毎週金曜日 FM、まあ、金曜日じゃない、毎週火曜日、FM コーダーで夜7時から放送してます。あの小田のねアパレルブランドセンターサウンドストーリーの前野さんと一緒に2人でゆるゆると1時間お届けしている番組になっておりますので、8月10日から始まってます。はい、何も決まってません。もうほんと今月からゆるゆるっとぬるっとゆるっと始まりましたんで、ゆるっとゆるっと、はい、末永くやっていこうかなと思っていきますの思っていますので、はい、そちらもよろしくお願いします。楽しみでごわす。お願いします。そしてそして土曜日のウィンウィンも見てね、はい、皆さんね見てね。そう、このね月一レギュラーさきさん、かずはさんがもうね MC でやっておりますウィンウィン。私はね第3週目と4週目、変更がなかった第3週目と4週目にのラクラククッキングのコーナーに、玉城美香さんと一緒に出演しておりますので、そちらもぜひご覧ください。超美味しそうな料理作ってるから、美味しいよ毎回ね。いいな、うん、そうね、うん、今修行中だから、うん、あのそのミーカーさんみたいにね料理のさ専門の人から教えてもらいながらさ、うん、料理したいわ。うん、楽しいよね。まあ、リミカさんは料理の専門の人ではないけどね。うん、ミカさんはね野菜ソムリエなんです。野菜ソムリエであんだけ料理のこと詳しいの？そう、まあまあ主婦だからね。なるほど。楽しくやっております。はい、皆さんぜひ見てください。はい。はい。もう一個。では
この後はあの JJ プロモーションの、YouTube チャンネルにてアフタートークも公開予定となっておりますので、皆さんぜひご覧になってください。はい、さてさて皆さん最後までありがとうございました。この番組は私が所属しております芸能プロダクション JJ プロモーションの提供、メイクユアハピネスイッツアワビジネス株式会社トランクの協賛にてお送りさせていただきました。それでは皆様また来週もこのお時間にお会いいたしましょう。おやすみ、おやすみなさい